よし、こんにちは。さあ、今回はですね、はい、ちょっとあのヤフーニュースさんの方に気になる記事が出てましたので、はい、ちょっと読ませていただきます。はい、まあ、メジャーリーグの話なんですけれども、はい、プロ野球未経験者を打撃コーチに登用、ドジャースの革新的人事は成功するかということで、はいはい、あのドジャースが、うん、今までこのプロ経験のない選手をですね、うん、コーチに就任させたということで、うん、その就任した方がロバート・バンスコヨックさんっていう方なんですけれども、何になってる人ですか？この人はですね、なんかもともと本当もうなんか指導者みたいななりたくて、大学まで野球やってたらしいんですけど、うん、卒業後にプロへは行かずにその指導者を志したらしくて、うん、でその少年野球の打撃指導とか、うん、高校大学でのコーチを経て、うん、フライボールレボリューションですかね、うん、の元祖ともいえる打撃インストラクターのクレイグ・ウォーレン・ブロック氏とともにロサンゼルス郊外でプロ相手にも仕事をするようになると。なるほど、ね、野球教室的なことですね。だからそれを教えてたり、まあ言ってたあれじゃないですか、ね、まあこれからさ、革命の、はい、AI の時代になってきて、もう解析の時代になってくるんですよね、はいはい、フライボール革命というか、今のバッティング理論からするとボールの角度が20度から30度の間にはまると、うんうんうん、はい、ヒットの確率がすごく上がるという、はいはいはい、それはやっぱこう形をちゃんと教えなきゃいけないよね、うん、だって上から叩けとかさ、はい、ね、レベルに触れとかじゃなくて、その選手のその筋力を測って、うん、じゃあどこを鍛えたらこういう形に持っていけるかとか、うん、まあ、はめていくんだと思う、形を。だからこれはこれからどんどん進化していきそうな感じがするよね、うん、AI を導入してくると、うん、だからやっぱそうやって進化は絶対してるよ、ね、うん、だからあながちそういうのはバカにできなくて、うん、なんかそういうものが主流になってくる可能性が、最近はそういう話結構聞きますもんね。いや聞くし、ただその人がじゃあ選手の気持ちになって話せるかというと、はい、またこれ別問題だよね。そうですね、やっぱその1シーズン戦ったことがね、はい、例えば1シーズン戦ってる途中で、うん、やっぱこう精神的に圧迫される時もあるし、はい、疲労する時もあるし、なんか体調も崩す時もあるだろう、はい、でもそういうことがやっぱ分からないというね、うん、じゃあその時に対処法が分からない、うん、でもうまくできててメジャーは、はい、メンタルコーチっていうじゃない、おお、だからそこに預けるとか、でメンタルが正常になった時に、はい、またその解析する人のところに預けてバッティングフォームをチェックするとか、うん、振ってみたらあどこにズレがあるって、はい、じゃあ本人があこうした方がいいのかなって、そこで はめていって体に覚えさすという、うん、日本でもなんかそうなってくるような気がするな、うん、だから過去の実績でコーチができるとか、はい、監督ができるとかっていうよりも、その AI にいかに近い人がそういう風な場にいるようになってくると思うんですよね、うん、だから確かにチームの象徴というかさ、そういう人っていうのは立たなきゃいけないとは思うけども、はい、でも裏で働いてる人たちっていうのはそういうもう分析だとか解析だとか、そういう時代にもう入ってきてきつつあるよね。だから結果が出なかったらまた元に戻るかもわからないけども、多分結果は出ると思うよ。だって数字でしょ、データでしょ、でそういうことは絶対嘘つかないから。ただ人間の気持ちがじゃあどこにあるのかっていうことだよね。これからの時代何が一番大切かっていうことは、はい、自分と会話をするということが大切だと。で自分っていうのはいくつも持っといた方がいい。例えばお笑いやるとき、バイトするとき、はい、俺だって解説やるとき、普段のときにいろんな自分と見つめ合いながら自分を育てるっていうことが、まあ、心を育てるということだよね、はい、その解析する人とか、はい、そういうのはバッティングコーチで採用した、はい、うん、ちょっと画期的かもな。あ、そうですね。その形にはまってくると、うん、打てるようになってくるとか、確率が上がってくるとか、そうなってきそうな気がする。あ、元プロじゃなくてももうそういう風になれるようにな、なれる、なれる。でも変な話、もうこれまあ偏見って言ったらあれですけど、ああ、もう元プロ野球選手じゃないじゃないですか、その方が。ああ、でその、まあ、その教えられる側の選手はの気持ちというか、この元プロじゃないのにみたいなのも
多少入ったりやっぱ済むんかなっていう、いやだから、まあ、その辺のなんか成績とかない人から、でも、ね、でももうそういう時代でもないよ、ね、それもやっぱ古臭い考えになっちゃうんですかね、ちょっと。だから偉そうに言うんじゃなくて、はい、画像見てもらって、うん、でこうこうこうなってると、ここが1センチ上がるように触れるとこれヒットの確率がこのぐらいあるよって数字で示されること。なるほどなるほど。それをやってみようと思うじゃない、まあ、プロじゃなくても数字で教えるんじゃないと、うん、だからはめていくんだよ、数字を照らし合わせて。そうですね、まあ確かに数字出されたらそうでしょ、もうそれが結果で出てるわけですもんね。だからスランクって技術的な結果、体力の消耗、はい、精神的な疲労、まあこういう3つぐらいから俺は分かれてると思うんだけど、はい、メンタルのコーチがいるとしたら、はい、そこをどこかっていうのを割り出してきて、いや技術的に崩れてるって言ったら、はい、こっち行ってって、うん、でももう病院みたいな、本当そうですね、形になると。確かに。じゃあもう日本でもありえますもんね、それ。今後日本の球団でも。あ、全然ありますよ。もう近い将来あると思う。適材適所、うん、いち早く導入して結果が出ると、はい、ビョーンと行くよね。それは遅れたら低迷期が続くと。あ、楽しみですね。楽しみですね。いや楽しみ楽しみ、ね、いや、本当楽しみだ。まあそういうことで、はい、ドジャース、はい、注目だ、ね、そうですね、はい、はい。